Thank you.
これは虹色の奇跡のペンダント。そうですか、これは父からの。私が母とお揃いのペンダントが欲しいと言ったことを覚えていてくれたんですね。ありがとうございます。一生の宝物にすると父に伝えてください。もう二度と父とは連絡を取ることもないと思っていましたが、こうして覚えていてくれるなんて。すっかり切れたと思っていたのに、人の縁というものは不思議なものですね。あなたと彼女も同じですよ。あなたが父のところから来たということは、彼女とはもう再会を果たし、花を受け取った後なのでしょう。ん？もしや会ってないのですか？では、彼女から父に託されたものを受け取っては。なんと、受け取ってないと。となると、父が彼女から託されたことを忘れているのかもしれません。私はこの世界で最も長くあなたの姉と共に過ごしたものです。まさかあなたが彼女と会うより早くここへ来るとは思いませんでしたが、この機に私たちの半生を聞かせてあげましょう。60年ほど前のこと、一流の錬金術師になったあの人は、エテーネの村の巫女にある花を作ってほしいと頼まれたのです。その花作りは危険を伴うと巫女から忠告されたそうです。あの人は私たちに迷惑をかけぬよう一人島を出ようとした。しかし私はそれを見逃さなかったのです。彼女から事情を聞き、その花を作るには並々ならぬ苦労がかかると考えた私は、父が彼女に譲ったナルビアの家を売り、当面の生活費と研究資金を作って一緒に島を出たのですよ。思い切ったことをしたものですが、言えば父にも危険が及ぶと思い、何も知らせないまま実行したのです。そして花作りの研究を進めてゆくと、巫女の予言通り額に入れ墨を入れた男がこちらの命を狙ってくるようになりました。私たちはあの男が現れるたびに各地を転々としながら研究を続けたのですが、相手は実に執念深くて、これ以上私を巻き添えにできないと判断した彼女は、私をこの島に避難させて一人で行ってしまったのです。本当は最後まで一緒にいたかった。ですが彼女の必死な表情に、私はここに残ると約束するほかありませんでした。それ以来私はここで彼女の無事とあの研究が完成し、花があなたの手に渡ることを祈っていました。そんなある日、10年ほど前でしたか、彼女から手紙が届いたのです。そこには無事に花が完成したことと、その花へ至る鍵を私の父一生に送ったことが書かれていました。彼女はあなたを待っているはずです。父のところへ戻ったら、彼女から何か預かっていないか聞いてみてくれませんか。そして私が勝手にナルビアの家を売り、詳しい事情を話さずに島を出たことを謝っていたと、どうか
父に伝えてください。